泣くな、ハラちゃんは2013年1月19日から3月23日まで日本テレビの土曜ドラマ枠で放送された日本のテレビドラマもしくは劇中に登場する架空の漫画。主演はTOKIOの長瀬智也で岡田義和の脚本によるオリジナル作品でもあった。ヒロインが描く漫画の主人公が実体化して現実の世界に現れ、創造主でもあるヒロインに恋をするというファンタジー作品である。本作品は日テレオンデマンドでも放送終了後の日曜日12時から順次有料で見逃し配信された。本作品の脚本は岡田が長瀬をイメージして書き下ろしたものであり、ハラちゃんのキャラクター作りには長瀬も積極的に意見を出し、スタッフもそれを取り入れて、赤のスタジャンなど放送当時から見れば時代錯誤なファッションのキャラクター像を作り上げたという。2011年8月に企画メモを作り企画書が完成したのは2012年4月である。また、本作のプロデューサーで90、妖怪人間ベムなど人間でないものから人間を見て人間ってなんだろうということを考えてきたというコンセプトのドラマを手掛けてきた。河野秀弘の談話によると、本作においてもそれらを踏襲しつつ、アプローチを変えて、ラブストーリーを軸に人間を描くことを目的とし、そこから生まれたのが、漫画から飛び出すヒーローであると語っている。ヒロイン役の麻生久美子については、漫画の世界から飛び出した、ハラちゃんが初めて恋をして追いかける女性にふさわしい、永遠の憧れを演じられる女優として起用され、麻生にとっては約2年半ぶりの連ドラ出演となった。クランクインは2012年12月上旬。物語の舞台となる街は都会ではなく懐かしさの残るノスタルジックな雰囲気の場所と設定され、地域のフィルムコミッション、三浦映画社などの協力により、三崎下町商店街周辺を中心とする神奈川県三浦市各所でロケが行われている。ロケ地は昭和の雰囲気を残しており、河野はこの街ならドラマのようなファンタジーが起きてもおかしくないんじゃないかと思ったと当地を選んだ理由を語っている。また、越前さんの家などのセットも落ち着いた雰囲気や長年の生活感をイメージして作られた。放送中、三崎の商店街内の交流スペースではロケ地の地図やキャラクターの衣装などが展示され、本作の影響でロケ地巡りをするファンが土日に数十組訪れたという影響をもたらしている。越前さんのノートに描かれた漫画の世界は以下のように設定されている。絵柄は越前さんがや東薫子の漫画を真似て描いたもの。狭い居酒屋の中でストーリーは展開され、登場人物は口述の客6名のみ。越前さんが描く物事が現実の世界の情報すべてであったため、漫画の世界の住民は、現実の世界においての、あらゆる物事や常識について、ほぼ無知である。この世界の出来事は、越前さんの描いた通りに起こるが、執筆中や閲覧中以外は、登場人物は、各々が意思を持ち自由に動いている。また、ノートの状況が、漫画の世界に影響し、ノートに何かしらの衝撃が加わると、漫画の世界で地震が起こり、ノートが雨に打たれると、漫画の世界にも雨が降る。ただし、これらの事例は、漫画自体には反映されない。ノートに衝撃が加わり、漫画の世界で地震が起こると、登場人物は狭間を通じて、現実の世界へ行くことができるように。また、登場人物が、現実の世界で所持していたものは所持者が、漫画の世界へ戻る際に一緒に持っていくことができる。なお、漫画の世界を抜け出した登場人物はノートに描かれた漫画では中身が空白状態で輪郭だけが残り、そのものが現実の世界から戻る際に元に戻る。漫画の制作は上海チャーリーなどの著作を持つ漫画家ビブオが担当し、番組公式サイト内では放送に登場する漫画とオリジナル漫画が公開されている。この起用は前述の河野プロデューサーが以前手掛けたドラマ、セクシーボイス&ロボの原作漫画が月刊一期連載であった縁によるもので、同編集部の紹介による複数の漫画家の中からドラマの世界観に合う絵が描けるということで採用となった。制作にあたってビブは、素人である越前さんが描く漫画については、下手ではない、かっちり決まった絵より適度に抜けた感じのバランスを意識し、その元となったプロの漫画家や、東薫子の絵については、ラフでありながら、プロの商品として成立する絵を描き分けている。こういった制作上の要求については、新人作家として漫画技術上の足し算を求められていたが、今回は逆に引き算を要求されることになり、難題ではあるが自分にとっての財産になることを感じているという。各話の台本をもとにネームを提出し、許可を受けて本番用を制作するという流れで、各話平均4ページほど描いている。また、撮影時に漫画を描く越前さんの手元は、漫画専用スタッフによるボディダブルとなっている。このほか、劇中に登場する荒田仁の漫画、フライングシュータは、同じく月刊一期連載歴を持つ富田林ロンゲが担当している。狭間漫画の世界と現実の世界の間にあたる場所。白い凸凹の空間に黒く四角い枠が浮かぶ中に、一箇所だけ紙が破けたような裂け目があり、現実の世界への入り口となっている。漫画の世界における居酒屋の上部に存在し、居酒屋とは上下が逆さまになっている。漫画が描かれたノートに衝撃が加わると、漫画の世界で地震が起こる。漫画の登場人物はこの針をくぐることで狭間へ行くことができる。この針は複数存在する。劇中では、原ちゃんがたびたび、狭間に来ては裂け目をくぐって、現実の世界へ足を踏み出す。原ちゃんがたびたび現実の世界に行くようになってからは、牧弘もこの狭間へ来るようになるが、行くことができなかったり、行っても、なぜか飛び込む直前で、裂け目が閉じるために、現実の世界へ行くことができずにいたが、第5話で現実の世界へ行くことができた。また、第4話では偶然ながらあっくんが狭間を通じて、現実の世界へ行ってしまったことがある。第7話では、漫画の世界の住民全員が寮をくぐって、現実の世界へ行く。かまぼこ工場船丸水産に勤務する、独身女性。越前さんは地味かつ薄幸で損してばかりの生活を送っている。そんな彼女は自身の心の叫びを自作の漫画にぶつけることで、主人公の原ちゃんをはじめ漫画の世界の登場人物は彼女の恨みつらみを反映した暗い話をさせられることにうんざりするとともに、次第に暗く重くなりつつある、この世界の行く末を危惧していた。そんなある日、その漫画が描かれたノートに衝撃が加わったことで、漫画の世界に影響が生じ、漫画の世界を抜け出した原ちゃんは実体化して、現実の世界へ足を踏み出す。偶然に導かれるまま、自分たちを生み出した神様=作者である越前さんと出会った原ちゃんは、越前さんが幸せになれば自分たちの世界が明るくなると考え、現実の世界で訴え働きかけるうちに、彼女に片思いする。原ちゃんは漫画の世界と現実の世界を行き来しながら越前さんにアタックしていく。一方、現実の世界では田中くんが越前さんに思いを寄せ、同僚の紺野清美はそんな彼に片思いしている。越前さんの何事にも消極的な態度に苛立つ清美は工場の企画などで何かとライバル心をあらわにする。原ちゃんは越前さんを励ましてそんなある日、原ちゃんは自分たちのいる世界が、越前さんの描いた漫画の中であることを知り愕然とする。作者である越前さん自身も、そのことに気づいておらず当初は、彼の言うことを信じていなかったが、風で倒れた越前さんが原ちゃんに看病された後、漫画に描いたバレンタインデーのチョコレートを原ちゃんが持って現れたことで、それが真実であると知って、衝撃を受ける。また、自分の気持ちに気づかない田中くんの態度に落ち込んだ清美は、漫画の世界から飛び出した牧弘に一目惚れされ、彼と恋を始める。ある日、原ちゃんと越前さんの仲を応援してくれていた玉田工場長が不慮の事故で亡くなる。原ちゃんは人間の世界の死というものを知り、死を悲しむ越前さんを慰め、二人は両思いになる。そして原ちゃんのアイデアにより、越前さんは漫画の中にタマちゃんというキャラクターとして玉田の姿を描く。生前の玉田に結婚について教えられた原ちゃんは越前さんにプロポーズするが、彼女は互いの世界の違いに戸惑い、原ちゃんの申し出を断る。越前さんの言い訳を理解した原ちゃんは悲しみつつ、自ら漫画のノートを開き漫画の世界へ去っていく。その後、そのノートを越前さんの母が誤って資源回収に出してしまい、たどり着いた古紙再生工場で漫画の世界の住民全員が現実の世界へ飛び出してしまう。彼らは越前さんの元へ戻るために見知らぬ地をさまよう中、あ、くんと親しくなった子犬、チビの縁で車で旅をする一組のフシと出会う。フシの行為で船丸水産まで車で送ってもらう、道すがら、お父さんが離婚したい経緯を聞き、越前さんとの仲についてアドバイスを受けた原ちゃんは何があっても越前さんのそばから離れないと考えを改める。原ちゃんと再会し、気持ちを確かめ合った越前さんは原ちゃんたちが漫画の世界へ戻らないよう、漫画のノートをビニールテープで封印し、二度と開かないと約束する。漫画の世界の住民たちは、越前さんの家に居候して、現実の世界で暮らし始め、食事が美味しいことや働くこと、給料で買い物をする楽しみを知る。また越前さんも常識知らずな漫画の世界の住民たちに戸惑いつつも、いつも前向きな彼らを見て明るい気持ちになっていく。そんなある日、漫画の世界の住民の前に、越前さんの同僚、矢口百合子が現れると、雪姉が顔色を変える。百合子は自分が越前さんの憧れの漫画家や東薫子であり、現役時代に現実の世界へ来た雪姉と出会うが、神様として慕われる重圧に耐えられなくなり、彼らの最後を漫画に描き、皆殺しにしたことを越前さんと原ちゃんに告白する。そのような経緯から、雪姉は百合子だけでなく、越前さんも信じられないと話すが、越前さんは今まで心の支えになってくれた漫画の住民たちを幸せにしたい気持ちから決して殺さないと約束する。皆は越前さんの言葉に安堵するが、翌日、百合子は過去を気に病んで街を去ろうとするが、越前さんと漫画の世界の住民は彼女を引き止める。漫画の世界の住民たちは神様として、未熟な越前さんを支えてほしいと説得し、雪姉もすでに許していることや百合子の描く世界が好きであったこと、かつての神様として自分たちの行く末を見届けるように訴え、百合子を思いとどめる。その後、遊んでいた原ちゃんたちは柄の悪い男たちにボールをぶつけてしまい、彼らを怒らせて殴る蹴るの暴力を受ける。止めに入った越前さんまでもが殴られる姿を見た。原ちゃんは今までにない怒りを爆発させて男たちを激しく殴りつける。現実の世界の暗い面に傷つけられ、あっくんは怯え元の世界に帰りたがり、他の漫画の世界の住民も元の世界で生きることが最善と判断する。その結果、越前さんはノートの封を解いて彼らを元の世界に返すが、その夜、越前さんは漫画のノートに自分が現れる漫画を描き、そのノートを開いて、現実の世界から消え、漫画の世界へ行ってしまう。百合子は漫画ノートを振って、彼女を戻そうとするが、越前さんは、現実の世界は自分がいなくても何も変わらないと言い、その呼びかけを拒絶する。しかし、原ちゃんは、そんな越前さんを否定し、越前さんに自分自身を好きになり、現実の世界と、両思いになってもらいたいと願う。現実の世界では、越前さんの弟、広志が漫画のノートを自転車にくくりつけて引きずり、姉が帰ってくることを念じて、ひたすら自転車を走らせる。そして自転車がつまずき転倒した衝撃で、越前さんは原ちゃんと一緒に戻ってくる。原ちゃんの要望で、生前の玉田から聞いた人生で一番楽しい時期である、新婚生活を、越前さんと共に送る。同時に、現実の世界での生活を再開した、越前さんは職場で自分の主張ができるように変わっていく。越前さんとの両思いを信じ、いずれ漫画の世界に戻るつもりでいた、原ちゃんに、越前さんがいつか他の人を好きになった時のことを、百合子は問うが、原ちゃんは、その結果で、越前さんが幸せなら、自分も幸せだと答える。百合子はそれを、愛だと教える。越前さんとの別れ際に、自分の住む世界が好きで、両思いになりたいと思っていること、越前さんにも、現実の世界と両思いになってもらいたいと話し、現実の世界でどうしても困ったことがあったら、いつでも駆けつけると約束し、原ちゃんは漫画の世界に去っていく。その後、越前さんは正式に工場長になり、清美も田中くんに告白し、東薫子は漫画家として復帰する。越前さんは相変わらず漫画に愚痴を描くが、その内容は以前より前向きで明るく、背景や小道具などは皆の好きなもので溢れていた。越前さんは現実の世界とはまだまだ両思いにはなれず、美しい片思い中とノートに話しかけ、原ちゃんに会いたい気持ちを抑えていた。ある大雨の日、越前さんは転倒し、同時にノートに衝撃が加わる。約束通りに現れた原ちゃんは、越前さんに傘を差し出し、互いに笑顔を浮かべるのであった。一部の人物を除き、本名は明らかにされていない。また、役名に敬称がついている場合それを略して呼ぶことはない。ただし、新聞の番組紹介で、越前さんのことを越前と呼び捨てにして紹介している事例がある。もともとは東薫子の漫画の世界で生きていたが、東が彼らが銃殺されるという結末を描き、一度は死を迎えた。しかし、越前さんが自身の漫画に彼らを描いたことで蘇生され、死亡以前の記憶を残したままこの世界で生を繰り返すことになる。放送開始時点では全員が原ちゃんの正体に気づいておらず、パートリーダー、矢口も漫画の主人公に似た人だと気づいた程度である。そのため、越前さんさえも当初は現実の世界に来た原ちゃんを自分の漫画の世界から抜け出した主人公とは知らなかったが、第4話のバレンタインデーを境に真実を知ることとなる。船丸水産岬工場岬町にあるかまぼこ製造工場。越前の家族その他、ゲスト本作における音楽は重要なモチーフであり、長瀬作のエンディングテーマ、リリックを除く歌曲は、音楽担当の井上彰が作曲、編曲し、作詞は脚本の岡田義和が手掛けている。中でもオープニングテーマの私の世界は、越前さんの心を表現した内容で、挿入歌としても繰り返し重要な場面に登場する。なお、設定上この曲はもともと、紺野清美が田中くんへの片思いを歌った、挿入歌、初恋は、片思いのメロディーを原ちゃんが拝借し、越前さんの漫画に書かれた歌詞を載せたものである。バージョンは、主人公の原ちゃんたちにより、劇中で歌われるものとオープニングなどでかもめ児童合唱団が歌うものがある。この合唱団は本作の舞台である三浦市で活動しており、もともとはサントラ向けの収録だったものが本編でも使われることになった。放送開始後、着歌でも配信され、配信サイトオリコンスタイルフルでは配信開始後1週間のランキングで1位となった。児童合唱団の楽曲が着歌で首位を獲得するのは異例のことである。3月11日発表のレコチョクデイリーランキングでもスマートフォン PC 向けダウンロード及び着歌フルのランキングで1位となっている。岡田義和のラジオ番組で私の世界を今世紀の名曲と発言していた薬師丸ひろ子は2013年10月に開催された自らの35周年記念コンサートのアンコール1曲目に、私の世界を選んだ。コラムニストの亀和田武史は、週刊、文春の連載コラムで、死と愛、家族と仲間、普遍的で重いテーマが、ポップな映像と物語で展開される奇跡に、私たちは立ち会っていると評価している。第76回ザ・テレビジョンドラマアカデミー賞では、劇中歌、私の世界が、ザ・テレビジョン特別賞を受賞したのをはじめ、作品賞2位、主演男優賞2位、助演女優賞2位、脚本賞2位、監督賞2位に選ばれている。単純だからこそ胸に響く各回のテーマが良かったなど、脚本とキャストの力が評価されており、審査員の漫画家、カトリーヌ・アヤコは、キャラクターの現実世界での実体化というテーマに、創作というものについて色々と無双してしまうドラマでしたという寸評を寄せている。東京ドラマアワード2013では作品賞優秀賞を受賞した。ありがとうございます。